シートが60シートぐらいあるんで、1枚20秒でめくってきますので、追いついてください。すみません。自分の方から Android O と AI と VR の話をします。実は、初め Android O は入ってなかったんですけれども、おとといですね、Google さんのイベントに参加したら、Google さんからですね、日本 Android の方入って、Android のセッションないんだねって言われて、何言ってるんだろうと思ってセッション見たんですけど、VR とか AI とか、そういうのがいっぱいあるんですけど、Android O のジャストな話はどこにもなかったので、私が少し話させていただきます。ですが、結構貴重ポイントで重なっちゃうんですよね。一応自己紹介ですけど、今、NPO の Android の会の理事長をさせてもらっています。運営側という形ですね。あとは、会社は経営グループで、あとは検定試験で MCPC というところと IPA と、そちらの方に参加しております。でまずはアンドロイドの話から。アンドロイドを Google IO に行ってですね、いろいろ話がありました。アンドロイドもどんどんいろんなところ入りますよっていう話が、結構いっぱいあったんですけれども、今回 O を改善するのは、流れるような方、ユーザー体験というところと、重要なバイタルスと、この2つのコンセプトで、直しましたというところで、ちょっとアンドロイド O も、フューチャーの中で、ピクチャーイン、ピクチャーは結構話題になって、こう、右側に動画が再生しながらね、見える画面とか、そういうのはこう有名だったんですけど、今回、初めて分かったのは、ノーティフィケーションっていう上から、こう、揺れて覗って中見るんですけど、最新の方の場合には、そこのアイコンですね、長押しするとピュッとこう、吹き出しが出てきて、そこでノーティフィケーションの中が確認できると。そういう中でフィーチャーが入ってるそうです。だから、オートフィルで、ウェブ上だとユーザー名、パスワードって覚えて保管してくれるじゃないですか。で、アプリってそれが今できてないんですよね。で、そういうのに対応しますっていうところとか、あとは、コピー&ペーストはアドレスすごくやりにくいですよね。iPhone もやりにくいんですけど。ただ、ダブルタップしたときに、日付とか、あとは住所とか、あとは単語でも、複数の単語も、ワードとか、そういうものはですね、ポンポンとすると、勝手に、考えてですね、選択範囲を決めてくれるという機能もつくそうです。これ、どれぐらい便利なのかなっていうのは、使ってみないとわからないんですけどね。あと、端末 O の話の中で入ってたのが、TensorFlow Lite です。ちょっと今日この後ありますけれども、Android の中に、ニューラルネットワークの API のライブラリが入るという話を聞いています。なので、端末の中で、TensorFlow ってもともとクラウド側で学習させたりとかする仕組みなんですけど、この TensorFlow Lite って何かというと、端末の中で、機械学習が動くというものです。で、当然学習もできるのかもしれないですけど、基本的に使うのはプレゼンションの方の実際学習してる内容のモデルを使うというものなんで、自分的に一番いいやるのはオフラインでも機械学習が使えるスマートフォンというのが、ここでできているんじゃないかというのが、大きいです。で、あともう一つは Google Play がですね、この、プロテクトっていうのを始めるそうです。で、このプロテクト、当然アプリをパブリッシュするときに、プレイ側でセキュリティチェックして OK ならば今パブリッシュして、でアプリに出ますけれども、その中に何か悪いものがあった場合には、プレイからですね、端末に削除しようってメールが来て削除するような仕組みは今あるんですけど、今回この Google Play Protect、シートにはなかったんですけれども、聞いてたらですね、どうも、プレイ経由じゃなくて、自分で突っ込んだアプリも全チェックするよという話をしてたんです。だから、そういう意味では、公式なサイトじゃないところのアプリも一応チェックするぐらいのつもりで、取り組むそうです。あと、Android O の話ですね。8時って書いてるのは、Android O がバージョン8だから、そうやってるんですけれども、なんでこんなの出してるのかなと思ったら、その次にですね、
ロックスクリーン解除のカメラが出てきたんですよ。で、なんかフフフみたいな感じでロックスクリーンを解除するんですけど、この形どっかで見たことあるのねみたいなことになったんですよね。で、こういう見せ方するから会場のみんなはもう拍手大喝采、この辺、うわーってこう、やっぱり会場はね、すごくやっぱりことに盛り上がるし、話してる人が時々ですね、ジャバをチクチクってディスるんですよね。だから、まあ、本当にいいよねみたいな、そういう話になりから盛り上がると。で、まあ、ちょっとこれ、昔の自分が作ったシートなんですけど、まあ、ことに言っては、まあ、ジャバのバイトコードなんですよね。だから、すごくアンドロイドから見たら別に上が Java でも上がアクトリンでもバイトコード一緒だから変わらないんですよね。っていう、まあ、背景もありまして、まあ、Google さん上手だなと思う、Google さんっていうかですね、まあ、アンドロイドスタジオなんですけど、上手だなと思ったのは、Java のソースをコピーして、で、コトリンウィンドウにペーストすると、もうコードがですね、コトリンになってベローンと貼り付いちゃうんですよ。で、だから、アズイズでも変換できちゃう。まあ、だって、バイトコードだから、まあ、論理的には当たり前なんですけど、ああいうことされるとですね、ああ、やっぱりなんかこう、コトリン使ってみようかなと思っちゃうようなところは、ちょっと、まあ、面白かったな、みたいなところがあります。で、時間がないので、どんどんいきます。AI です。AI で一番気になったのは、たこ焼きとラジオ体操とプリクラです。ね、Google I/O でたこ焼きって聞いて、なんかネタがわかる人ってどれぐらいいらっしゃいますか？お、いや、さすがです。ありがとうございます。多分ラジオ体操とプリクラ多分ほとんど聞いてございると思うんですけど、まずですね、プリクラから行くんですが、これ、サンドボックス の, 展示のブースなんですね。クラウドプラス、ファイアベースプラス、マシンガーなんでもありって感じなんですけど、中入ったらこんなんだったんですよね。なんでこれって思うんですけれども、まあ、人が並んで、いて、まあ、恥ずかしいんですけど、自分も並んだんです。まあ、プリクラがありました。Google の技術の粋を集めて作ったプリクラですと。ということで、まあ、自分をこうやってカシャッと試してみてですね、写真を撮ったら、まあ、こういう形で実際に印刷されてですね、で下の方、絵画風の写真変換する、まあ、クラウドビジョンエリアがありますんで、あれ使ったんだろうって、だいたいわかるんですけれども、まあ、面白かったのはこれですね。ちゃんとプロジェクトが絵画化した壁にね。で、中で動いてるのは実は、ラズパイ3で中で動いてます。で、ラズパイ3の上に、アンドロイドシングスの OS が動いていて、アンドロイドシングスの上で、実は端末側のさっきのテンサーフローが動いて判断してると。っていう仕組みを、まあ、作ってるということですね。で、そこから、まあ、Google のアシスタント SDK っていうのは、ボタンとかないんですよ。全部音声コントロールで、コントロールできるようになってた。しかも、そこの入ったデータを全部、Firebase 側の、まあ、クラウドストレージとか API を使って作ってます。まあ、ここまでできるよということを言ってるわけです。まあ、中見たら確かにこんな感じで、そこのちょうど指がこうなってるところにラズパイ3がありますか。まあ、下の上見たらケーブルがごちゃごちゃしててね、まあ、手作り感たっぷりでしたけども、まあ、こんなことありました。あとはネタとしてはテンサーフローあります。これです。ラジオ体操。実は今回ですね、AI で Google の日本の佐藤さんとかそういう方がですね、Google I/O で、まあ、発表されているというのがありました。で、まあ、テキサフローのセッションですけど、ずっと聞いてたら、まあ、急にシートが読みやすくなったな、みたいな日本語だったっていう、そういう形なんですけれども、これ、まあ、テキサフローの端末側の、を使って、まあ、このラジオ体操の点数をつけるというアプリケーションなんですけれども、まあ、何がすごいかというと、これですね。すごい盛り上がりなんですよ。で、当然アメリカ人ラジオ体操知ってるわけなくて、そこでラジオ体操を一生懸命グルグルやってるって前代未聞だと思ってですね、これがめちゃめちゃ面白かった。多分アメリカ人もですね、これ何やってんだろうな、何か面白いから拍手しとけやみたいな、そんな無理だったと思うんですけれども、うん、という意味で、でそこら辺でピッとして、あ、これでした
見ると、まあ、点数20点しかなかったという、そういう、まあ、展示会で発表でした。まあ、これがですね、自分が今回の IO の中で一番面白かったなと思ってたんですけれども、まあ、そういうラジオ体操のイベントです。まあ、テイスターフロー、その他にですね、端末が良くて、そのデモレーション、デモレーションいっぱい置いてありました。で、Google さん、今回 AI は、モバイルファーストと AI ファースト、要するにモバイル第一から AI 第一に方針変えますよ、という、まあ、片振りのことをいろいろ取り組んでいたと。で、まあ、たこ焼きって言ってるのは、これ NHK のニュースになったそうなんですけれども、道端にたこ焼きっていう看板がありますと。で、そこにですね、まあ、端末でかざすとですね、会話で、まあ、この画面、日本語画面どうするっつって、で、まあ、言葉でトランスレートって命令するとですね、まあ、右のように、まあ、表示するわけですね。だけど、たこ焼きって、オクトパスで翻訳されても何の食べ物かもわかんないんですよ。それどんな感じなの ?Look like っていうと、こっちの方に画像が出てきて、美味しそうなたこ焼きだなっていうのが分かるという AI のデモンストレーションだったんですよね。で、まあなんか日本ネタが多いなというのが今回 Google IO だったんですが、一番これで盛り上がったのは、たこ焼き130円6個じゃ買えないよと、日本人はみんな言っていたと。まあそちらの方のネタに集中していましたけれども、まあ、こういうデモンストレーションがありました。でまあ、やっぱり本当はテンサーフローライト、これが AI 系の発表の中では一番面白かった話だなというふうに思っています。で、実際 AI は、まあ、キュウリの振り分けとかですね、地球に起こってくる隕石予測とか、絶滅危惧種の動物トラッカーとか、白黒をカラーにする技術とか、まあ、そういう、まあ、いろんなものが、まあ、実はテンサーフローでもみんなが使えるようにしてますよって。で、自分がね、今回の発表の中で一番心を惹かれたことが、まあ、これですね。デモクライズが AI、まあ、AI の民主化と、要するに一部の人が使ってるんじゃなくてみんなが使えるようにするための AI と、いう形で、まあ、複数のいろんな API が使えるようになってますよっていうのが、まあ、Google さんの今回の発表のストーリーとしては綺麗だったなと思ってます。で、まあ、TensorFlow の話もあるんですけれども、まあ、今回 TensorFlow の、 この端末が、やっぱ TensorFlow ライトのモバイル化で動くところの話がやはりすごく気になっていて、ポイントはですね、このモバイルプラットフォームサポート、ね、1、Android、2、iOS、3、ラズパイなんですね。だからラズパイでもう、もうサポートするっていうことになってますので、ラズパイ上で TensorFlow を使ったいろんな開発ができるようということになります。でまあ、実際デモンストレーションとかもね、リアルタイムに変換するようなものも、やっていてですね、まあ、ちょっとこっちの方はカメラで会場を映してるんですけれども、そこをですね、どういう感じの、要するに絵画風にするかとか、ガラス風にするかとか選択すると、この画像がですね、まあ、リアルタイムに改善状況に応じて、まあ、変わっていくというデモンストレーションとかをしていました。で、ただですね、今までの TensorFlow でやってた機械学習のモデルをですね、そのまま TensorFlow ライトに持ってきて動くかっていうと、動くわけないんですよ。要するに、昔の PC で動いてたアプリケーションを、ガラケーに持ってきても、ガラケーって CPU のパワー小さかったじゃないですか。メモリーも CPU も少なくて動かなかったと同じように、要するに、もともとクラウド上のですね、テンサーフローで動かしたモデルって言って、やはりですね、モデルサイズが91メガとか、あとはテンサーフローバイナリーが12メガとか、そういうサイズになっていってしまうという話なんですね。で、今回、そこの、まあ、アドバイスというか、まあ、指南として、クオンタイズというのをやってください。というのを言いました。まあ、音楽やってる人はクオンタイズというと、すごく慣れ親しんだ言葉なんですけど、まあ、解像度というか、流度ですね。量子化をもっと荒くして、ね、そのデータで学習させるようにしましょうと。まあ、そういう話ですね。でそういうのを、まあ、実際にはいろんなフィードバックとかしなきゃいけないんですけれども、まあ、そういうのはですね、いろんな数式といろんな手順をバッサリシートを削除して、一応結果がですね、12メガから1.5メガぐらいまで、まあ、いきますよと。で、まあ、実際にはですね、モデルが23メガ、バイナリーが 1.5 メガ、さっきが91メガ、12メガだから、まあ、だいぶ小さくなったと。で、こういうことをして、あとは端末のテンサープロライトのライブラリーの上で、モデルを実行できるのはテンサープロライトですよと。いう形です。でこれ見てもらうと、まあ、ブロック図なんですけれども、まあ、下にハードウェアありますけれども、そこに貼るがあります。
はい、で、年は2年で問わずの春ですけれども、まあ、この春のおかげで、まあ、いろんな、まあ、高速化するものがあっても、ここで今隠蔽します。で、そこの上に Android ニューラルネットワーク API っていう、ライブラリが、まあ、これ Android とかの中に、ね、入ってくるよと言っていて、そこの上にですね、まあ、モデルを使った、TensorFlow ライブのアプリが動くという形です。で、まあ、左下に書いてますけれども、ここの Android ニューラルネットワーク API に関して、こっちは緑ですね。これは、まあ、もうちょっとしたらオープンソースするよというような段階のものです。で、あと VR の話になります。ね、VR スタジオ AR って言ってて、どうも向こうではあまり MR っていう言葉は使わないっぽいですね。というのを、まあ、今回知りました。で、まあ、ちょっと発表したのは、デイドリームに関しての端末は Galaxy S8 をサポートしましたっていうところが聞きました。あとは Google さんが今までモバイル VR って言って、ゴーグルにこうスマートフォンを挿して、見るのがデイドリームとしてやってきましたけど、今度は一体型、オールインワン型、スタンダードの VR って言ってましたけど、まあ、そちらの方ですね、レノモさんとかバイブ HTC ですね、と、まあ、2017年の後半やっていきますよという話をしています。だからまあちょっとデイドリームもいろいろ幅が広がってきそうかなという感じですね。あとは端末端末。単語端末は、まあ、最新のこっち、ゼンフォン AR、こちらの発表を予定されているということです。で、単語で一番今回すごかったなと思う、まあ、面白いなと思ったのは、この、VPS です。まあ、基調講演でも、タコさん話されてましたけれども、GPS ではなくて、G のところをビジュアルにして VPS と。で、まあ、単語って、こう、画像とですね、あと、震度が分かるんですね、距離が。で、そういうものを見て、この空間の凸凹を検知して、凸凹の特徴点をずっとリアルタイムに把握することができるんです。だから、ちょっとでも横動いたらですね、何センチ左にずれたっていうのが、本当にリアルタイムに分かるぐらい性能が、分かる。まあ、単語を使うとすることができます。で、まあ、ここはドットがついてるのは、これ、特徴点という形でありますけれども、これがですね、例えばスーパーマーケットローアーズで、まあ、中をこう特徴点を、まあ、学習しております。で、中で人が歩くとですね、これ左側が特徴点トラックで、右側は実際人がいるところですけれども、動いていくとですね、だんだんこう自分の位置が、まあ、どの辺まで行ったかっていうのが分かるので、できるのは、まあ、お店の商品、何か欲しいよって言ったら、そこを左に曲がればいいと。で、そのまま左に曲がったら、そこの右上の棚のこの辺にあるよっていうのが端末の中で表示できるようなサービスが可能です。で、可能ですって自分思ってたんですけども、実はですね、これ可能じゃなくてもうやってるんですよね。っていうのは、これ単語プラス Google マップスで、Google マップスの中に実はここの、特徴点情報をですね、Google さんが持って Google マップに保管してるそうです。Google マップって屋内の表示もやってるじゃないですか。お店の中とか入って、お店の中の画像とか表示するのを今やってますけれども、ああいうところのさっきのローアーズに関しては、Google さんが実は、ラーニングをしてですね、情報を、取って、もうできるようにしてるというポイントです。大体こういうですね、単語の情報もそうなんですけど、大体こう、誰がそこの特徴点データを測定するんだっていうところが問題になって、なかなかこうサービス化は難しいんですけれども、そこは Google さんが積極的に取ってきたっていうところが、ちょっと今後大きく変わる可能性があるのかなと思っています。であと、VR のところで、デイドリーム 2.0、ユーフラテスって言うんですけれども、まあ、この辺で、まあ、ちょっと、自分が注目したのは、この、まあ、VR の画面の中で、ちゃんとノーティフィケーション画面とか、表示するようになりました。ね、であとは、これは、Unity にですね、GVR って言われてる、まあ、Google が使ってるライブラリがあるんですけども、そこのプラグインが Unity にも使えるようなものをですね、用意したいですね。で、VR 空間の中で、ムービーを流すときの共通ユーザーインターフェースっていうのを定義して、ライブラリに活かしてきました。なんで、以降、まあ、この辺使えば、VR 空間の中で画像を表示するというところに関しては、まあ、Google の仕組みで、まあ、自分で作らなくても良くなる。イコール、まあ、デイドリームの中でのユーザーのオブジェクトがみんな共通になるので、まあ、使いやすくなるんじゃないかなという感じです。
まあ、具体的にどういうことかというと、こういうテンプレートですね、メディアフリーテンプレートというのが提供されていて、例えばこれ、ナビゲーション画面のテンプレートです。こう空間がもうあってですね、で、ここの中で選択するあの箱が並ぶときには、この順番に並んでる上に、ちゃんとメニューが表示しているような、まあ、テンプレートがまあ提供されているとか、まあ、こちらはそうですね。であとは、スクリーンガイドエンバイロメントとして、スクリーンが表示しているときには、必ずそこの下に光がこうぼやっと当たっているような、こういう表示をすると、VR 操作してても違和感なく使える。っていうテンプレートが中で準備してあるので、これを使えば、まあ、こういう風にかかる。同じようにスクリーンズームするときの画面。こちらはですね、画面を動かすとき、初めここ表示してて、これを移動するよって言ったときには、前のところをちょっと薄くして固定して、新しいところを動くようにするっていうライブのものと。あと、360度画面の視点がガーッと移動するときに、全画面で移動するとよくわかんないんで、一回こう真ん中だけをぼやっとして、周りが、こう、まあ、格子状にして動かすと、まあ、余裕が少なく視点移動ができますよとか。まあ、そういうところをですね、いくつか。あ、これはプレイバックですね。一般的な動画の表示するときのプレイバックの、まあ、基本的な要素はテンプレートで提供されています。という形です。まあ、こういうものを使うことで、まあ、今まで VR でもデータで作っても、各々アプリごとに自分たちで作ってたんで、ユーザーインターフェースでバラバラになってたんですけど、一応これでだんだん共通化していくことで、なんとなくデータリングっぽさっていうのが出ていくんじゃないのかなというふうに思っています。で、これが最後のシートですけれども、まあ、セッション155で、オフィスアワーっていう Google アと直接話ができるブースが今回開くのだったんですよね。であと、まあ、コードラボ85あって、で、19のサンドボックスですけれども、やっぱり、で、一番メリットって、公演ってなんとなく、ムービーでね、中継してるから、日本からムービー見れば別に Google IO 行かなくてもいいじゃんっぽいような話が結構いっぱいあると思うんですけれども、実は自分も9年間ずっと応募してて、今回初当選だったんですよね。まあ、1回会社で行かせてもらったことあるんですけれども、まあ、2回目の週、行ったんですけれども、今回行って思ったのは、そのオフィスアワーの Google と話をしてもらった情報とか、やはりそこで聞いた情報とか、向こうの思いとか、そういうところが、やはりすごい自分のためになる、情報としては貴重になるな。あとは、さっきのことにじゃないですけれども、こう発表した時の、まあ、会場の中の盛り上がりとか見ると、みんなどこの技術にやはり興味が向いてるのかなとか、やっぱりそういうのは中継の動画じゃ、スクリーンだけじゃわからないと思うので、まあ、こういうところは、まあ、すごく面白いなというふうに思っています。あと最後、AI の考え方っていうのは、まあ、ちょっと、雑談で話してただけだったんですけど、AI っていう別に人間のやることを、まあ、移すっていう考え方もあるけれども、人間で同じことをやったときに、時間がかかるっていうところが AI で作ると、時間がかからなくなるっていうところがやっぱりポイントなんだよみたいな雑談してるのが結構自分も面白くてですね、まあ、そういうのもちょっと今回、参加してみたら面白かった。思ってたところです。ということで、まあ、日本はノリの会、まあ、こういう形でずっと活動していてですね、で、今回、学生部の彼は、一応、日本のアンドロイドの会の学生部の中で、Google IO を当選したんで、一応、参加費は会から支援させてもらってますと、はい、いう感じで、やはり、特に若いメンバーに、Google IO で、まあ、英語でいなくても、やっても、乗り込んでもらいたいなと。っていう経験は必要なんじゃないかなと思っているので、まあ、そういう取り組みを続けていきたいと思っています。で、まあ、日本のようなまあ、ちょっとこれ、あまり、独々しい話なんですけれども、参上会も応募しますので、ご費用の方の参上はよろしくお願いします。というのは、すみません、私、理事長なんで、一応営業もしなきゃいけないんで、すみません。はい、という形で、ご清聴いただきまして、どうもありがとうございます。